DFP は液晶ディスプレイとパソコンの間における信号伝送方式でデジタルインターフェース規格の一つである。DFP は ATI、コンパック、Apple などからなる DFP グループによって策定され、1999年3月にベッサで正式に採用されたディスプレイ用インターフェースとして CRT 用の RGB のアナログ信号を 伝達する VGA 端子があるが、液晶ディスプレイなどのフラットパネルディスプレイ装置にとってはデジタル信号を伝送する方が好ましい。アナログ RGB 信号を液晶ディスプレイに表示する場合は、ビデオカード、VGA 端子、VGA ケーブル、VGA 端子、液晶ディスプレイのような構成になるため、装置が複雑になることでコストの増加や、 複数のアナログデジタル変換とアナログ信号での伝送を行うため、性能劣化の要因となり得る。そこで、革命家独自のデジタルインターフェースを搭載した、グラフィックカード、液晶ディスプレイが存在した。これは、アナログ変換を行わないため、ディスプレイ本来の表示性能を発揮できるが、それぞれのメーカーの製品間での互換性がなかった。このことから、 DFP グループが98年にリリースしたデジタルフラットパネルポーツペセファケーションは PC のディスプレイ出力を TMDS という伝送方式を使ってデジタルのまま伝送する規格を策定した。後日の DVI の策定後、ディスプレイのデジタルインターフェースとして統一された規格に収束していった。DFP は TMDS とベッサ DDG の信号を含み、コネクタには 一般的な20接点のセントロニクスハーフコネクタを使用する DVID と互換性があり、コネクタ形状の変換のみを行うことで、そのまま利用できる製品が多いものの、2014年現在は規格を正しく守っていない商品が発売されているため注意が必要である。また、日本向けに生産されたごく一部のモニターに限り DFP を拡張した形で、 モニターに USB ハブ同等の機能も持たせ、2接点を超えるコネクタを採用した独自規格も作られている。ありがとうございます。